久保さんやっぱ人それぞれいろいろあると思うんですけどまあどう感じるかっていうのが大事かなと思うんですよねだから今回社長の働き方にしましょうか社長の働き方 SEO 的にも社長の働き方うーんやっぱトップがうーんまあいろいろなリーダーシップだったりとかいろいろな 本も出てますし、いろいろな概念はもちろんあると思います。考え方っていうのはあると思います。ただし、やっぱりその、多分安心なんですよね。安心。まあ何が安心かっていうと、うーん、まあ僕はもう従業員を雇うってことはないんですけども、まあこの前ね、あの音声対談を取って、で、アップしましたけども、やっぱ吉谷さんやってるなっていうこの安心感ですよね。 まあ、久保さんやってるな、まだやってんだと。っていうなんかこの安心感ですよね。みんな不安だし、怖いし、新しいことやるって。だけど、あ、まだやってるんだ、まあ、やってるな、今日もやってるな、っていうところに、まあそのね、音声対談した塾生さんも言ってくれましたけども、まあそこが非常にその自分が変われるきっかけになったっていうことを言っていただきました。 うん、やっぱその本当に口だけでは誰でも言えますから、うん、それをやっぱ遂行有言実行ですよねそれを情報発信しましょうって言ってる人が情報発信してなかったら本末転倒の部分あると思うんですよね情報発信稼げますよ情報発信しましょう日々やりましょうって言ってるやつがやってなかったらそれをどう受け取るかっていうのは多分9割9分お前口だけやんけってなると思うんですよ うん、だからやっぱトップトップになるってことは一番責任も大きいだろうし、うん、考える量も大きいだろうしだから全てトップであり行動する量もトップだし考える量もトップだし常に、まあ、ナンバーワンでなければいけないってことじゃないですかね、うん、僕の場合は あの熟成さんの方が稼いでいただければいいと思ってるので、売上売上の勝負に関しては、あんましてないですね。うん、別に、だって、熟成さんが結果出ればそれでいいわけじゃないですか。僕は僕のライフスタイルがあって、僕は僕の売り上げを作っとけばそれでいいだけなんで、僕が自由に生きてる分だけあればいいので。 まあお金がたくさんあって困ることはあるか税金ありますね <laughs>。なんで、あれですけども、あの、基本的にドリームアカデミアのコンセプト、僕の塾のコンセプトっていうのは、鳥さんのロゴがあってね、羽ばたけと。自由に羽ばたけというのがコンセプトなんで、まあ僕以上に稼いでね、稼ぎたいっていう若い人たちもいるし、だからそれは僕以上稼げばいいだろうし、ただ、あの、塾生さんより僕は売り上げ少なかったとしても、 日々やっているっていうとこだけは負けない。<laughs> だって情報発信しましょう言うてるわけですから。うん。だからその、まあ言ってることとやってることを全部一緒にすることって難しいと思うんですよ。例えば経営判断とか経営のなんかでいろいろと言ったりとかして、じゃあそれ通りに行くのかと。例えば経営戦略会議とかね、いろいろやったとしても、その通りに経営が動くのか、会社が動くのか。 まあ多分ないんですよ。あんまり。だけど、できるだけそれを合わせていくっていうのが結構大事なんじゃないかなと思いますね。だそこに、あ、やっぱそうな、やっぱそう,そう、そうだよね、と。やっぱそうなるよね、とか。うん。だからその一つの指針ですかね。うん。なんか信念、ビジな会社で大事なので、信念とかね、ビジョンとか大事だっていうこと言われてますけど、まあ一つの光というか、 うんかセブンイレブンみたいな。まあい、いつ、いつあっても、なんか、多分まあ、今はちょっと感覚的にないかもしれないですけども、昔その東北大震災が起こった時に、一気に関東とかも停電になったわけですよ。ね。まあ、覚えてる人はいるかもしれないですけど、やっぱ真っ暗だと怖いじゃないですか。だけど、やっぱそのセブンイレブンのね、光がね、夜中こう、ピッてついてると、 なんかホッとする。コンビニ空いてるというところに対してホッとするって多分あった時期あると思うんですよ。今はまあ、まあ、ほとんどそういうのな、な停電とかね、今あ、また地震ありましたけども、多分、まあ、東北大震災ほどではないと思うんで、うん。だからまあ、ホッとする場所はずっと作り続けないといけないっていうのがあると思いますね。安心できる場所。う 安心できる場所を作れと。まあ、それがまあ社長の仕事なんじゃないかなと思いますね。まあ、僕は従業員雇わないですけどね。うん、まあ、違う形でね、えー、やってますんで。うん、まあ、そんな感じでございます。いってらっしゃい。